東京マーケットワイドをお送りしています。1時30分になりました。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部の浅井陽三さんにお話しいただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は雨模様、傘を差している方がいらっしゃいますね。そうですね、またちょっと降ってきたような感じですね。降ったり止んだりとなっております。兜町の交差点を背にして、おります。はい、こういうことですね。はい、今日はどういったことでしょう。はい、はい、そうですね、今日はですね、日本株の方ちょっと薄商いが続きまして、なかなか物色の方も難しい状況であります。今週末 G20、 そして米中首脳会談開かれるか、開かれてもですね、どういう結論が出るかちょっとわからないと。で、7月に入り、来週以降、大きくそれを材料に大きく動く可能、上か下かですね、動く可能性もありますので、大きなポジションも取りづらいという非常に難しい、1週間になりそうな感じです。はい、それで、アメリカの方は、利下げ方向という形で、7月はとりあえず利下げしそうですけれども、そういったことで、日本に、円高が日米のですね、金利差縮小で円高が進んでおりますけれども、それを食い止めるには日銀はちょっとなかなか難しい、手段がちょっと限られているような感じもいたします。それで、世界的にですね、小売回りの定格付け債とか、それからビットコインが急上昇したりとかですね、そういったところにも再び資金が流れ込んでおりますので、若干ちょっと再び、金利、金融緩和、そして、バブル的な動きが出てきているのかなという感じもいたします。そういったところが、株式も下支えするのかなというふうに見ております。今日もですね、ちょっと米国株の方をチャートを見ていただきたいと思います。ニューヨークダウは、終値ベースで高値目前と、史上最高値目前というところまで上げてまいりました。ナスダック総合指数も徐々に接近してきます。 V 字型の回復になってますね。半導体株指数若干ちょっと行き疲れておりますけれども、なかなかちょっと具体的にですね、半導体企業、半導体製造装置の企業なのですね、ファーウェイの制裁の問題もありますので、なかなかちょっと業績の先行きちょっと見通しづらいというところもありまして、半導体株指数ちょっと上げているという感じですね。10年物の国債利回りは一時 2% 割り込みましたけれども、週末にかけて若干ちょっと戻しております。債券買われすぎの反動というところでしょうか。円相場の方はそういった形で、日米の金利差縮小を受けまして、円高方向に進みました。今日はほぼ変わらず、若干ちょっとそれでもですね、落ち着いてもなかなか円安方向には戻らない、感じです。少しだけちょっと円高だった感じですけども、107円の30銭台とかですね。それから週足で見ますと、先週ついにですね、この辺り、この円安の支持ラインと言っていいでしょう。こういったラインを引くとですね、ここを割り込んできました。若干もうちょっと円高、そして、今年の1月の円高の水準も割り込んできたというところで、次は例えば18年3月の104円64銭とか、そういったところに、まで、ちょっと行ってもおかしくないような動きにはなってきているということで、若干ちょっと警戒は必要だと思います。原油先物の方はこういった形で戻してきてます。57ドル台まで戻してまいりました。ホルムズ海峡の緊張、ですね、そういったところを反映しています。上海総合指数戻してます。この辺りまでですね、戻してまして、今日は変わらず近辺だったと思います。それから日経平均株価、こちらの方ですけれども、ここですね、75日線あたり一旦回復したんですけども、再び割り込んできました。円高を材料に割り込んだというところで、なかなかやっぱりこのあたり75日線、200日線あたりは上へ抜けてこれないような感じであります。基本的にはですね、後で見ますけども、週足で見ますと下向きがトレンドはっきりしてます。トピックスなんか見てますともっとはっきりしてますけども、こういった形でなかなか戻れない状況、週足で見ますとご覧の通り、これはチャートと移動平均につきましては、今日の全日経まだの数字を入れてますので、
13周線下向きになってまして、長期の52周線も下向きという形です。26周線ちょっと先週上向きましたけれども、まあ、このあたりでなんとか値段を保っているような形になってます。基本的にはこの10月2日去年のですね4月、そして4月、この高値を結んだ線、それから移動平均はおおむね下向きになってますので、トレンド的には下向き、その中で、まあ、ここの水準なんかをちょっと上回ってこれないとなかなか方角的な戻りは難しいという状況になってます。工作機械受注なんか先週発表されましたけれども、こちらの方ですね、確保値が発表されまして、自動車が 29.3%、 内需が3割減少なんですね。外需も 24% ぐらい減少ということで、自動車は前月比ではですね、若干ちょっと、プラスになりました。 17.7% ぐらいプラスになったんですけれども、前年同月比では3割近い減少というところであります。アジアが外需ではアジアが引き続き3割近い減少というところになってまして、なかなか明るさが出てこないという状況であります。リビジョンインデックス、こちらの方アナリストのですね、情報修正メガラスと下方修正メガラスの推移ですけれども、先週再び、まあ、若干低下しまして、マイナスの 26.5%、 引き続き下方修正メガラスが優勢というところであります。信用改ざんの方、それから最低改ざん、こちらの方は最低改ざんはですね、信用改ざんは23億円増えましたけども、先週、先々週ですね、最低改ざんは3501億円大幅に減りました。この12月の水準を下回ったというところでありまして、ほとんど仮受験では重荷感がないというところです。そして実も前お話したようにですね、ほとんどそのなんて言いますか、あまりこう現金化して持ってないような状況です。あとは残されているのは短期的なですね、先物とかオプションとかデリバティブの売買になってきますけど、そちらがどちらに動くかというところが、まあ、注目されるわけでございます。内需系の方、こちらの方は若干ちょっと下向きになってます。不動産もちょっと下向いたりしてますので、顕著なのは、ジャスタック平均とか新興市場の方でしょうか。それから外需の方は電気輸送機器、電気とか機械ですね、鉄鋼とかもそうですけど、海運、そういったところ、資源エネルギー系とか素材系、そして、まあ、電気機械とかそういったところが、まあ、円高にもかかわらず相対的に強い動きが続いているという状況であります。さて、今日の銘柄なんですけれども、まあ、いろいろ選んでみました。とりあえず、まあ、出来高変化の大きかった銘柄先週ですねを選んでみまして、まあ、ただ他にもちょっと考えてみてですね、まあ、今期2桁経常増益で純パターン銘柄なんかもどうなんだろうかというふうな、移動平均が上向きの銘柄ですね、短中長期と、まあ、そういったのを見てみますと、例えばその中には、これからまあお話しする伊藤ハムとか米久とかですね、そういったのも出てきますけれども、あと徳山とか、それから富士フィルム、日立、 NEC、 富士通、ゼネラルとかですね、 SBI ホールディングスとか、まあ、そういったのも出てきました。まあ、今日はとりあえず売買代金の急増銘柄というところで、ピックアップしてみましょう。見ますとですね、チューブ飼料とかフィードワン、こういったところで、チューブ地区地盤の配合飼料大手、フィードワンも、共同飼料と日本配合飼料が統合した会社ですので、まあ、円高メリット銘柄ですね、ほとんど、まあ、家畜とかの飼料とかは、まあ、輸入に頼ってますので、まあ、そういったところの円高によるメリットを、まあ、材料にして買われているというところでしょうか。伊藤ハム、米久ホールディングス、これなんかもそうですね。それから M アッパー、歌手などのファンサイトを運営している会社、システムリサーチや自動車とか機械、鉄鋼などのチューブを地盤にしている会社ですけれども、そういったところのシステム開発の請け負いをやっている会社です。 SRA ホールディングズは独立系のシステム開発、こちらもそうですね、まあ、そういった内需系企業が、の小型が買われています。フリービットはインターネット接続サービスの運用代行、アルテリアネットワークスはこちらも法人とかマンション向けのネット通信サービスを展開している、まあ、よく似ている業種が出てきています。鳥居薬品は JT 傘下で JT が 53.4% 株を持っています。アメリカのギリアドサイエンシズ社の、抗 HIV 薬、エイズ薬ですね、こちらの方が契約解消で赤字転落という形になってます。4、5月に今希望退職を募集してました。
というところで、まあ、業績はちょっとかなり、足元は悪くなっています。まあ、バックが JT についているのでどうかというところですね。荒川化学工業はこちらは製紙用の薬品、紙を作る時の薬品とか印刷用のインキ樹脂などが主力です。6月13日に自己株の取得を発表しています。80万株15億円の上限です。それから立花エレテック、こちらの方は三菱電機系の電子部品とか半導体 FA 機器の商社であります。それから FJ ネクスト、こちらの方は投資用のマンション販売、都心を中心とした会社。ワイヤレスゲートはこちら無線ネット通信とかサービスを提供する会社です。これもさっき出てきたのとよく似てますね。複数の通信会社から回線を借りてます。 MTI、これですね。こちらは携帯サイトミュージック JP などを運営してまして、コンテンツ配信が主力です。それからあとですね、まあ、最近ちょっ と、まあ、インバウンド関連というのはなかなか聞かなくなりましたけれども、京都とかはまあ大変なことになっているみたいですけども、外国人観光客で、藤田観光、こちらはですね、ホテル椿山荘、そしてワシントンホテル、そしてホテルグレイスリーとかを運営している会社であります。こちら、まあ、先行投資で引き続き、まあ、経常利益の伸び率マイナスになっているんでしょうね。それから日蓮、こちらの方はベアリングとかですね、軸受けですね、こちら産業機械の商社のトップクラスの会社でありまして、まあ、こういったのが出てまいりました。これが先週の売買代金の急増銘柄であります。まあ、こういったところで、まあ、先ほど最初にお話ししましたように、まあ富士フィルムとか日立とかですね、それから NEC、そういったところもいろいろ出てきてますけども、そういったところが例えばこのなんて言いますか、米中の貿易交渉、明るさが出てくると一段と買われたりとするような候補になってくるんじゃないかなというふうに思います。といったところで今日はこういった形で売買代金の急増銘柄、結構配当利回りも高くなってきています。金利低下によって、まあ、配当利回り銘柄のなんて言いますか、長所といいますか、まあ、そういったところがちょっと何て言いますか、あまり見えなくなってますけども、まあ、そういったところなんかもちょっと長い目で見て買っておけばいいんじゃないかなというふうには思います。はい、というところで本日は以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、株スタ7110から、そうですね、はい、内藤証券投資調査部の浅井陽三さんに伝えていただきました。